はい、今日は、Amazon の Kindle、Kindle じゃない、Fire TV Stick の紹介です。私は近所の家電量販店で、いくらだったっけな、5000円ぐらいで買いました。で、まあコロナで、だいぶ巣ごもりがあったんで、その時は、Amazon で品切れ状態で、確かヤフオクとかで結構高値でトレードされてた気がします。私もその時だったんですけど、たまたま近所の家電量販店に入荷があったんで買えました。まあその時はもう Amazon でも買える時だったかな。いくらかそのピークを過ぎてた時だったんで、Amazon 確か買えるんは買えたと思います。で、まあこれの製品なんですけど、まあそうですね。今、ちょっとその画面にしてあるんですけど、ちょっと設定の方がですね、最初ありますんで、そっか、まずはどんなことができるかをお伝えしたいと思います。まずは、これ、まあ、背景言いますと、スマートテレビって言って、今、インターネットとテレビが一緒になってるパソコンみたいなテレビだと思うんですけど、そういうふうにできるんですね。インターネットをテレビで見れる。まあ、インターネットをテレビで見る方法、他には HDMI 端子。HDMI 端子っていうのが主流なんですね。その HDMI 端子をパソコンと直接、パソコンにも HDMI 端子がないとダメなんですけど、最近のパソコンだとついてますんで、それでコード買ってきてパソコンにつなぐってやり方もあるんですけど、そうではなくて、それだとこの、テレビの中にパソコンもにあ、じゃあ、テレビをモニターとして使う方法なんですね。そうじゃなくて、パソコン自体を、まあちょっと、パソコンじゃない、テレビ自体をパソコンみたいにするのが、したのがスマートテレビで、で、これが、Amazon Kindle だと、Amazon Kindle じゃない、Amazon Fire TV Stick だと、ソニー、スマートテレビみたいにできるってことですね。で、まあ、セッティングの仕方が最初ありまして、で、最初とはここに付属品があるんで、それにですね、こんな感じで接続して、まあ、こんな感じか。こういう商品になってまして、まあ、これとこの黒いケーブルは付属されてますんで、そこに、まあこんな感じで、これとこれは自分家のもので、この2つは。ここにこう、電源を取るって感じですね。あれと一緒っす。なんだ。パソコンじゃないっけ、スマホの USB かなんか。USB か。すみません。スマホじゃない。普通の USB ケーブルになってんで、USB 端子を、こうやってつないで、これで電源を取るわけですね。まあ、USB 端子が電源を取るのになってね、今の主流ですよね。ただ、スマートフォンの、なんて言うんだろう、あれも、まあ、USB 端子みたいなちっちゃい、マイクロ USB っていうのかな。それで、それしたら今度を、これをテレビの MDMI 端子に差し込みます。こうかな。で、普段使ってる時は、こう差し込んだまんまにしとくみたいです。それで、まあ、電源も取ったまんま、差しっぱなしにしとくみたいです。で、その後に起動させて、まあ、ちょっとセッティングのとこまで見せられると一番良かったんですけど、セッティングのところが、画面が、ちょっともうセッティングしちゃったんで、ちょっと説明できないんですけど、まあ、画面に従って操作していくような感じで、で、その後、無線 LAN。無線 LAN の、無線 LAN がないと
できないですから、無線 LAN をから飛ばしたのを子機で取れるように、これは子機になるわけですね。で、子機で、無線 LAN から受信できるようにセッティングするんですね。パソコンの最初の無線機の設定と一緒です。だから無線 LAN のパスワードみたいなのも入力するか、最近のだと多分入力しなくても自動でできるような、ボタンを押すと自動でできるようなのもあるんですけど、まあ確実なのはパスワードを無線 LAN の裏に書いてありますんで、本体のところに書いてありますんで、それを入力すると、そうするとセッティングが完了しまして、そうするとアプリケーションでどれを選択するか、どれをインストールするかって出てくるんですけど、まあできるだけ自分の興味のあるものを多めにやっといた方がいいかなと思います。後で増やしたり減らしたり、まあそのインストールしなかったのも後で増やせると自由にできると思うんですけど、最初なんでできるだけ多めにやっといた方が後でやっとけばよかったなってことにならないかなって思います。でも後からでも増やせますんで、あれ、で、まあ、セッティングが終わりましたら、電源を入れる。これがもうリモコンになるわけですね。テレビのリモコンと同じような感じ。あれ、映んないな。HDMI 端子の番号に合わせないとダメなんで、これが HDMI 端子が3番だったかな。3番にして、これで入るかな。あ、そうですね。で、これで入ったら、そしたらこれがもうできてる状態なん で、まあ例えば YouTube が見たいなってなった時は YouTube やって、で、まあいろいろあるんですけど、まあそうですね、まあ、自分の好きなのをやってるんですけど、例えば KISS のこういうのも、あ、まあこれはCM ですね。で、これでスキップして、まあここに、進むつとかありますんで進ませて、で、まあ再生か、再生すると、まあこうやって、で、まあ戻るときはここのホームボタンを押すと、まあこうやって、まあ見れるわけですね。で、あれ、そうですね。で、ホームボタンを押すと必ずここのホームですね。ホームボタンを押すと必ず最初の画面戻ってきますんで。戻ってこれて、まあ、さっきみたいに迫力あって見られるようになります。で、まああとは YouTube 以外には、私は Amazon プライム入ってるんで、これミスタービーノとかプリズンブレイクとかも見られます。で、アベマテレビも無料なんだ、アベマテレビは確か後で、今放送してるやつはタダで見られるんで、
今放送している時間帯のだったらタダで見られます。ただそれを後で振り返って違う時のを見たいってなった時は有料になると思います。そうですね。で、まあこんな感じで、まあ見たい、ネットフリックスなんかもあるんで、まあ、大体インストールしてれば、あ、そうですね、もうちょっとゆっくりやった方がいいな。ネットフリックス、アベマ、YouTube、アニメ、ギャオ、フール、ユーネクスト、NHK、ダズン、まあここら辺が主要なとこですかね。まあこんな感じで、まあテレビがスマートテレビ化して、まあ自由に使えると。で、あとネット検索もできますんで、例えばですね、あ、やべ、ちょっと失敗した。例えば、Yahoo の画面行きたいときは、ここの音声マークを押して、Yahoo Japan。あれ、あ、これでインターネットか。インターネットでやれば、アップデートしちゃった。デートしないで、もう一回、ヤフージャパン、インターネットで、まあこれがアマゾンのブラウザだと思います。遅い。まあこんな感じで、あれ、うまくできねえ。で、まあヤフー一番か。で、まあこんな感じでテレビが、まあインターネットを接続してパソコンのように使えると。ただこれちょっと遅いんで、動きが遅いんで、なんとも。で、まあこれがまあ普通のパソコンみたいに、パソコンでインターネット使うみたいに使う方法で、で、まあさっきの YouTube は YouTube のアプリで、アプリの中で YouTube 見てるって感じ。なんでそっちの方が多分速さは速い。こっちは普通にインターネットとして使うと。そうですね。で、あと他には、例えば GoPro のシリーズの動画見たいってなった時は、例えばですね、GoPro 関係ないですけど、GoPro。そうすると出てきますんで、まあこれ音声じゃなくても普通に検索で自分で入力もできるんですけど、そんで GoPro の YouTube 行きたい場合はここで YouTube ってやると、あれ、もうこういう GoPro の関係の動画がいっぱい出てきます。で、例えばじゃあ、どうしようかな。まあ、例えばこの YouTuber さんの見たいと思ったらこれ押して、あ、ちょっと CM です。私たちペットの飲みマダニ対策が、人間で、こうここストップと、今日は GoPro のこんな感じで GoPro の音が見れると。だいぶ見たい動画を、あ、見たい、こういう風な GoPro のね、見たい動画があるときはこれで
押しながら言うと検索機能かかるんで、そしたら今度はどれで見たいか、 YouTube のアプリで見たかったらそれで見るし、例えば Netflix なんかも多分登録されてれば出てくる、あれば出てくるんだと思う。で Netflix で見たい場合はそれを Netflix、 例えば、映画のタイトルかなんか言って、例えばですね、でそれで、まあ、見たい、インターネットでそれを検索したいんだったらインターネットだし、 YouTube で検索したいんだったら YouTube でって感じですね。例えばですね、映画のランボー、あれちょっとしこした、ランボー、そうするとランボーのが出てきますんで、でこれが多分あのアマゾンプライムだと思います。これは一番最初がアマゾンプライムで、アマゾンプライムが一番最優先に出てくるかな。それでまあアマゾンプライムで見る場合はこれ押せばもう見られる、まあ、シーズン結構はランボは多分全部大体あったんで、アマゾンプライムは網羅してますんで、で契約してればこういうディズニーとかネットフリックスも登録してれば多分出てくるかなと思うんですけど、でまあ YouTube で検索したりすることもできると。 YouTube で検索すると多分動画全部見れないと思う。あ、ランボルギーニとか出てきちゃいますね。ランボーなの。だから YouTube だとランボーは多分見れないですね、著作権のあれで。だからランボルギーニが出てきちゃってますねという感じで、まあインターネットをテレビでできると。ただインターネット検索はパソコン比べて遅いんで、パソコンの方がいいかなと思います。動画を見ることに特化した方がいいかなと思います。まあそういう使い方もできるんで、こう検索すれば。で、Netflix なんかも非常に相性がいいと思いますんで、そうですね。YouTube で迫力を出してみたい場合なんかとか、みんなで楽しみたい時とかはいいかなと思います、動画を見るの。そんな感じです。そうですね。